中島ゆずきのマイクラ配信、有吉村のソリ開拓誌、イエーイ。皆さんこんにちは、桜坂46の中島ゆずきです。今回が第3話、3回目ということで、また今日も先生に教えていただきながら、はい、田中でございます。よろしくお願いします。前回で外装と床とかを、うん、そうですね、もうあとはもう本格的にお店の中を作っていかなきゃいけないの で、はい、でね、まあ、テーブルとかお肉焼く厨房とか、厨房難しそうですね、はい、いっぱい要素があるので、はい、ちょっと何のブロック使えばいいかなっていうのを考えながらやっていきましょう、はい、頑張りたいと思います。頑張ってください。イエーイ。よし、来ました。おー、プロっぽい。いける気がしてますね。じゃあまず何からいきますか。天井って先の方がいいんですかね、うんうん、いや、作りやすそうな方から。天井先がいいですね。天井からやっていきますか、はい、ここの天井の特徴っていくつかあって、はい、まず写真がいっぱい貼られてることですよね、はい、あと梁っていうものが渡されてる、ここが特徴的になので、まず梁を渡して、はい、でその余ったところに写真をこうペタ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 っと貼っていくと。わかりました。針を、じゃあまず針を渡していきましょうか、はい、これ結構色は何で作るの、うん、ダークオーク、うん、結構濃い色ですよね。このダークオークの板材ってことなんですかね。ハーフブロックの方がもしかしたらいいかもしれないですね。あ、ハーフブロック、天井にペタッと貼り付けるので。ほうほう、あ、ハーフの中にいいやつが、うん、これいいやつ選んだ。この色いい気がします。まず一番お店の奥ですね。一番奥はこの位置、この位置の天井に横向きに並んでるっていうのと、はい、で3本目が多分ここの上ですね。ここに貼られてると思うので、はいはい、ちょっとここを頑張って反対側まで、はい、頑張ります。渡してみてください。どうやって貼るんですか。上を向いて天井に向かって。おー、そうです、そうです。これですか？はい、で、ペタッ。おー、そう、そんな感じです。難しい。すごい。自分も首が曲がるっていう、この、この、ここを避けてます、この上にある。そうそう、こうやってマイクロも見ちゃうっていう。こう。そう、これで針が出来上がりましたね。簡単でしょ？いけそうです、私。うわ、天井、でもちょっと難しいですね。こうだ。あれ？早い。あ、でもこれ以上いけないから。こうだ。おお、早い早い早い。よし、上を向いて。頑張って。こっちか。よし、できました。OK です、OK です。針完成。はい、針これで完成ですね。じゃあ、あと天井は写真がめちゃくちゃ貼ってある。めちゃくちゃ貼ってありますね。本当は絵画を、1ブロック1ブロックの絵画をベタッと貼っていきたいんですけど、はい、残念ながらこの絵画って天井に貼ることができないんですね。そうなんですね、はい、だけど上には模様をちょっとつけたい、つけたいですってなった時に、はい、とてもとてもいいブロックがなんでしょう、あるんです。薄くて、はい、模様がそれっぽい額縁っぽいで、でかついっぱい並べられる、ぴったりですね。ぴったりなものがあるんですね。実はもうすでに目の前に、目の前に、何これ、蓋何ですかこれ。これはトラップドアと呼ばれているもので、例えば地下の入り口にこういう感じで使うためのドアだったりするんですよ。すごい、はい、本来はそういう用途なんですけど、これ実は天井に貼れるんです。おー、じゃあこれを何種類の色かを使えば、でトラップドアにも結構いろいろ種類があるので、探したいです。これですかね。それです、それです。うわ、確かに。あともう一つあります、額縁と呼ばれるものなんですけど、おー、これとトラップドアとかをこううまくこう組み合わせてモザイク模様を作ってあげると、それを写真に見立てて貼っていくとそれっぽく見えるということですね。じゃあもうこれは何色でもいいですかね。何色でもいいですよ。いろんな種類を一回手に、 お好みで。ここにじゃあちょっとずっとどっかで入れたかったこの桜要素を入れてみます。桜要素はやっぱ桜坂なので消しときたい。トラップドア、そうです、そうです、そうです、こうですよね。そうです、そうです。ちょっと同じやつかぶって違う種類のやつをこうランダムにいろんなところに置いてみてます今。
額縁も探します。ここですね。お、これか。いや確かにこれはめっちゃあれですね、写真に見えます。おお、そういうことです。これは大きさ違ってもまあ別にって感じですかね。うん、あのランダムにモザイク模様になるとだいぶそれは気にならなくなりますよ。確かに、やってみます。あ、ちょっと黄色多いなトラップドアもいろんな種類を使ってみましょう。はい、おお、いい感じになってきました。確かに写真に見えます。え、すごい、めちゃくちゃ絵に見えますねこれ。でしょう、いい感じに騒がしいんですよ確かに。そう、はい、できましたね。はい、素晴らしい、いい感じの色合い、いいと思います。ありがとうございます。はい、テーブル席は全部で4つあります。はい、確かに4席、はい。まずはですね、ブロックを置く場所、はい、こういう順番で置いていくといいですよっていうのをお伝えしていきます。はい、端っこからいきますね。はい、はい、ここに椅子を置いていただいて、そしてテーブルがこういう感じになります。はい、で椅子がまた来ます。おお、この作り方、これを4席、はい、こうこうこうで、椅子があってテーブルがあって椅子があるみたいな、こういう順番で敷き詰めていただくと、はい、テーブル席が出来上がると。でこのテーブル席ですごく特徴的なのがやっぱ椅子が丸太、確かに切り株みたいな感じの、そうですよね、はい、切り株みたいな、そういう椅子があって、はい、で茶色いテーブルがあってテーブルの足があるっていう構成なので、はい、まずはテーブルの足になる部分っていうのを作っていただくといいかなと思います。テーブルというあれがないですもんね。ないんです、そうなんです。あ、足これじゃないですか。お、いい、おいいですよ、いいですよ、いいものを発見しました。いいですよ、はい。じゃあそれをテーブルは全部で6ブロック使うとちょうどそれっぽくなりますので、はい、足の部分はこの端っこですよね、はい、白いブロックがあるところにまず4本足を置いてみてください。足を置いてみます。はい、ん、 OK ですよ、合ってますよ、これ向き合ってます。はい、そうです。ああ、そうなんだ。で真ん中一列開けてこっちに反対側も置いてみましょう。はい、そういうことです。はい、これでテーブルの足が本当だ出来上がるんですね。で上に敷かなきゃいけない、要は板の部分ですね、はい、使えそうなやつがですね、はい、またあって、うん、それがですねカーペットと呼ばれている、ね、これですね。そうです、そうです。今ちょうど見つけ、そこにあの茶色いカーペットがあるので、はい、それを上に、そう、こうですか。そうです、そうです、そう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 、これが今机ができているという、あれ置きミス、大丈夫ですよ。あ、ん、ちょっとちっちゃい、頑張って、ここかな、そう、ここかな、はい、真ん中も置きましょう。置けるんですかこれ。真ん中も置きましょう。あれ、ええ、ね、お真ん中、真ん中どうやって置くんですか。要はこのカーペットっていうのが空中に置くことができないんですよ。あ、そうですよね、はい、なので下に何か置かなきゃいけない。なるほど。でもテーブルって下空洞というか、うんうん、空いてますよね、透明っぽいのが、はい、でもマインクラフトって完全な透明なブロックってそのメニューの中にはないんですよ。はい、実はあるんです。え、何ですか。バリアブロックっていうものが存在していて、はい、これはあのコマンドと呼ばれるプログラムのようなものじゃないと実は出てこないんですよ。すごすぎるものを見てしまいました、はい、今、はいはい、これ見えますか。はい、これを取ってください。はい、じゃあそのブロックを、はい、この隙間にじゃあちょっと置いてみてください。ポン、はい、こうですか。隣にも置いてみてください。はい、バツ印が出ましたよね。はい、で、でも私からは何も見えないんですよ。本当だ。え、はい、なんでですか。実際にはそこには何もないように見えるんですけれども、はい、要は透明のブロックをそこに置くっていうことができてるんです。じゃあその上にカーペット置いてみましょう。はい、イエーイ、はい、これで4本足のテーブルができましたね。すごい、こんな初心者の初日にこれする人、はい、あんまりいないと思う。いないですよね。特殊技なんですけれども、はい、お渡しします。ありがとうございます、はい、じゃああとは丸太。よし、丸太を探します。お好みでいいですよ。丸太っていう桜の丸太もありますよ。でも
やっぱ再現したい。おあ、これじゃないですか。色どれでしょうね。もうこれはもう完全にお好みですね。でもなんか店内がちょっと濃いめでいいかな。これにします。あ、いいと思います。おー、テーブルだ。テーブルと椅子だ。はい、あ、いいんじゃないですか。そう、もう先に置いちゃう作戦いいと思います。この後テーブル置いたりできます。そうです、そうです、そうです、そうです。先置いちゃいます。これをで両端に足を置いてあげれば、はい、できます。できます。よし、 OK です、 OK です。そんな感じ、そんな感じ。ここ、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 そしてバリアですね、はい、足の間にバリアを置いてあげて、ここ、ここ、ここ。あ、すごい効率いい作り方してるだいぶ慣れましたね。慣れましたね。楽しいです。よかったよかった。なんかまとめてやりたいです、この。よし、はい、テーブル席完成ですね。早かったバッチリですありがとうございます、はい、おー、すごい。もう半分出来上がってますね、これでね。わあ。よし、じゃあ続いては、はい、カウンター席。はい、作りましょう。カウンター席はまた急ぐんですかね。先にテーブルかなって思います。このテーブルの下レンガ、ね、レンガですね。これで合ってますか。合ってます、合ってます、合ってます。これを店内奥、多分奥までずっとこれは続いてるので、はい、そうですね、奥までやっていきましょうか。やってみます。はい、うん、OK ですね、はい、でレンガの上にまた木の板が貼り付けられているので。茶色のカーペットですか。いや、いいですよ、いいですよ。え、好きなの選んでください。茶色のカーペットでいきます。 OK です。学んだことを生かしたいので。はい、このままだと従業員さんが出入りできないので入り口のすぐ近くに出入り口みたいなのがあるんですよね、はい、あ、確かに、はい、ここがないという感じなの で、 そうです、ね、ここだけレンガを一つ壊して、はい、で茶色いトラップドアかな、はい、横向きにくっつけてみましょう。難しそうですけど。じゃあ最初はこれをレンガの上に置く感じにしましょうか。はい、でこれで、お、方向もバッチリ。おで下のレンガを消す。そう、お、そうです、そうです。もうバッチリですね、操作はね。でも私がここをカーペットにしちゃったせいでボコってなってません？そこはこだわりです。どうしますかえ、これボコってならないためにはどのあれですか。同じようにトラップドアを敷くっていう方法がありますね。だから出入りできるようにするためにちょっと厚めのトラップドアをテーブルにするか、それとも薄いカーペットをそのまま生かしたいからそれを選ぶかのどっちか。確かに確かに確かに。これはセンスです。どっちにするか。自分で置いたものを撤去していきます。おお、トラップドアにしたいです。なるほど、いいですね。はい、 OK、 よし、いいと思います。じゃあ次はカウンターの椅子、はいはい、ですね。種類変えてみるもいいですし、同じやつで統一感を出すでもいいですよ。一回同じやつでやってみます。はい、いいと思います。うん、バッチリ、はい、はい、できました。じゃあこのままだとカウンターちょっと暗いんで。確かに、はい、ちょっとこのカウンター席の上に明かりがついてるんですよ、はい、あ、ランプついてます。ランプついてますよ、はい、でこういうの実はマイクラにもあるんです。ランタンと呼ばれているものがあるので、うんうん、ちょっと探してみてください。はい、ここ何でもありますね。何でもあります何でもあります。素材があれば組み合わせて作るんで、みんな大体。いや、すごいすごいです。私今何を探してたんですけど、ランタンです。ランタンあ、これだ。はい、オレンジの方ですね。いいですね。何個ぐらいですかね。ここ5個ぐらいぶら下がってるんですかね。ここ4個5個ぐらい。これ置いたら明るくなりました。そうです、そうなんです。わあ、いいでしょう。いや、これは非常にいい、いいと思います。カウンターはこれで完成ですね。わあ、うん、いい感じ。ランプ気に入りました。あ、よかったよかった。じゃあ最後、厨房。はい、大事ですね、はい、お客さんの目線からは見えないので、はい、ちょっとこう想像力を膨らませながら作っていきましょう、はい、じゃあテーブル
をどうやって作るのか、実は1ブロックでテーブルっぽいものを作ることができるんです。1ブロックで、はい、へい、惜しい、フェンス、惜しい、でもそこのページにあるものです。階段、正解。階段ですか。階段です、階段。でも階段ってテーブルっぽく見えないでしょ。見えないです。テーブルっぽくできるんです。はい、はい、階段を上下逆さまにしておくことで、こうやって投げることでできるんですか。こうこうこう、すごい。ちょっとこれでテーブル作ってみましょう。私めっちゃびっくりしてますね。先生の方の画面の私、パチクリパチクリしてますけどね。やってみましょうか、はい、階段逆さ置き、石の階段。はい、石の階段です。で、逆さに置くときはどうやって置くか、はい、ブロックの真ん中に今まではクロスヘアを置いてましたけど、はい、真ん中より若干上に置いてあげると、はい、はい、逆さになります。これ反対に下半分を合わせて置いておくと、はい、下半分なんです。これで上下の違いを出すんです。おお、うまい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 、そういうことです、そういうことです。たくさん作りたくなっちゃった。おお、どん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 、はい、いい感じですね。いい感じですか、はい、確かに厨房っぽい、うん、で、厨房ですごく特徴的なのは、はい、この焼く場所に、あ、焼き場が、あの囲いがある、銀色の、銀色の、はい、囲いがあるっていうのがあるんですけれども、はい、これはあの先ほどと同じようにトラップドアをうまく使うことによってそれっぽく作ることができます、はい、ここにあのトラップドアをバンバンバンと置いて、はい、向こう側によいしょってこう立てる感じにしてみましょうか。立てる、置いた後にクリックするとパン、キープできるってことですか。キープできます。で、それをもう一回クリック A ボタンかな、あ、そうですね、そうですね、はい、それ立ちますよね、これで、はい、それをいくつか、はい、で、これをですね横からやってあげると、はい、トラップドアをこういうコの字型に囲うことができるようになるんです。なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど。で、立ててみてください。そう、反対も同様です。置いて立てる、正解。できた。もうこれでこっち側から見ると、わー、すごい、もう写真とそっくり、ね、すごいですよ。いいんじゃないですか。やったー。じゃあ、洗う場所とかもちょっと作ってみますか。なんとなくシンクを作りますか。シンクのように真ん中に穴が開いているブロックっていうのも実はあります。メニューの下の方に探していくんですね、はい、あ、これバケツだ。それはバケツです。丸すぎるか。それはアイテムですね。ブロックで存在します。ブロックで穴が開いてるやつ、はい、なんかこれ入れられそうじゃないっていう。でも穴開いてるって、あ、これですか。違うか。正解、それです。これちょっと置いてみてください。はい、穴開いてますね。なんかこういう感じだと思いませんでした今、はい、これが。じゃあシンクなんで、はい、洗い場じゃないですか、はい、洗い場は何が入ってますか。お水です。お、さっきのバケツもう一回見てみてください。もしかしてバケツが水入りバケツ。お、水をクリックして入れてみてください。そうすると、はい、今何が入ったんですか。これ水が入ってるんです。もうこれ水ですか。水が入ってるんです。ちょっと黒っぽいのでわからないと思いますけども、これ実は中に水が入ってる。わかりやすくちょっと水色に今染料で染めてみました。バケツから、そう、バケツから水を入れたんです。じゃあさっきバケツがアイテムだよっておっしゃったのは、これに水を入れるためのこれで洗い場の出来上がり。あと厨房に必要なもの、冷蔵庫。お、そうですそうです。冷蔵庫は何でできてますか。ステンレス。お、いい線いってる。でもマインクラフトにはステンレスがないんで、その代わりにステンレスって何と何の合金かっていうのを考えるんですね。ステンレス、鉄。お、勘が良くなってきましたね、中島さんね。やったー、プロの方に褒められてます。そうです、鉄です。じゃあまず一旦鉄ブロック取りましょう。はい。そうですね、この端っこにありますよね。ここね、はい。
で、まあ、大体あの冷蔵庫って高さ2メートルぐらいですよね、はい、なので2ブロック分でいいと思います。わあ、でもこのままだとあの冷蔵庫に見えないんですよね。鉄のドアっていうのが実はあるんですね。おー、もう見つけるの もうあっという間ですね。はい、じゃあそれを地面に置く、ドアは地面に置きましたね、最初入り口は。なるほど。おっと、ん、隙間が空いちゃいました。これはどうしてか。実はドア類っていうのは自分の見ている手前側にドアが置かれるんですね。なるほど。ということは、はい、冷蔵庫の後ろからよいしょって置く感覚です。冷蔵庫の、そう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 、でそこから下ギリギリを狙って。ここですか。はい、よいしょ。はい、お見事。おー、見てみてください。ぴったりくっついてますよね。すごい。はい、冷蔵庫出来上がりです。おお。もうこれで厨房の中身っていうのは大体網羅できてるんじゃないですかね。そうですね。え、はい、すごい。おお。はい、いいですよね。え、これできました。完成ですか。これ完成でいいと思います。いいですよね、はい、再現できて、ちゃんと再現できてますよ。得意満面な顔。ありがとうございます。お見事でした。飲み込み早かった。いや、ありがとうございます、教えてくださって。とんでもない、とんでもない。もう終わっちゃうんだ。じゃあちょっと、はい、最後、はい、一回りしてみますか。いいんですか。いや、やりましょうやりましょう。この石畳からこう来るわけですよ。はい。で、おー、あれなんだ。いや、すごい。あれもしかしてみたいになるわけですよね、はい、ここからね。いや、でも見事だな。よく、いや、よく作りましたね。いや、でもなんかもうこのほとんど手伝ってないのに、この入り口のドアが懐かしい。最初ね、最初ここの一面から始まったこの建築が、この窓を何枚と何枚かとかやってたのが懐かしいぐらい。なんかバランス崩れましたね。削りますかって言って速攻で削った。思い出深い。いや、懐かしいです。もうで、お店の中に入るともうこれですよ。おお、いや、すごいすごい。いや、ランタンいいですね。いや、気に入りましたね。めちゃくちゃ気に入ってます。ぜひ、ありがとうございます。プライベートでマイクやるとき、はい、ランタン使っておしゃれなお部屋をいっぱい使って作ってください。はい、はい、立浪先生、ありがとうございました。とんでもない、お粗末様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい緊張しながら来たんですけど、超楽しかったです。本当に3週にわたってお送りしてきました中島ゆずきのマイクラ配信は、今回でもう一旦終了となりますが、はい、皆さん見ていただきありがとうございました。しかし、なんと来週3月24日放送の有吉家に私中島ゆずきが出演させていただくことが決まりました。イエーイ。いや、まさか、なんとまたこの素敵なゲーム番組に呼んでいただけるということで、すごく嬉しいですので、あの、全力で頑張りたいと思います。あの、有吉の視聴者の皆様、どうぞ私のこともよろしくお願いします。仲間に入れてください。皆様ご視聴いただきありがとうございました。また機会があればぜひ配信したいです。はい、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またね。中島ゆずきの10分手先器用チャレンジ、イエーイ。1回目2回目と続いて成功したわけですけど、はい、余裕でしたね。まあ、今回も、まあ、余裕で突破したいと思います。ではお願いします。はい、ガサゴソガサゴソ、え、よし、ありました。10分間トランプタワー、イエーイ。トランプタワーはやったことないんですけど、え、読んだんです。はい、ちなみにトランプタワーってどういう、あの、上に置く枚数は何枚でもいいんでしたっけ。3連覇するぞ。こういうことですね、トランプタワーというのは。静かに頑張れ。これでできたらすごい。いや、こういう崩れるって分かってるから置きたくないんですけど、こうだ。
来たら10分とか関係ないですよね。時間終了です。がちょっとこれがダメになる。ありがとうございます。もうここからは思い切り頑張れ。ああもう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 3か4、3か。左から作っていけばいいんだ。これ。でもなんか不思議と悔しくなくて、ちょっと机が滑りやすいななんて、まあ、思ったりもするんですけど。これも変えてみます。やってんですか。うん、一緒だ。大丈夫です。あ、大丈夫です。すみません。すみません。机のせいではないです。ごめんなさい。どうした。すごいでかいよ。こんなの。衛星のでかさ。一体何が。そして田中ハゲてめっちゃハゲてんじゃん、前もうちょい毛があったのね。マイクラをやりながら思い出話、だからあとはやっぱこの革ジャン騒動なんかありましたからね。憧れましたね、あのずっと母ちゃんのこと褒めたらね、本当の革ジャンもらいましたからね。誕生日10万ぐらいしてますからね。どこで金使ってんだっていう話ですからね。実は私が作りました。マジ中島が作ったものとは。